おととしは新型コロナの影響で中止となった東村のつつじ祭りですが、去年、今年と検温やマスク着用などの感染対策を呼びかけながら開催されています。つつじは現在3部から4部咲きほどで、3月10日頃に見頃を迎えるということです。今回花の咲きが非常にいいということで、ぜひ県民の皆さんにですね、やんばるの自然とこの通園の筋の花を堪能していただきたいなと思っております。今年で40回目を迎える東村のつつじ祭りは今月21日まで開催されています。